現在朝8時40分、おはようございます。今日はこの青い電車に乗るんじゃな？はい、こちら伊豆箱根鉄道駿府線です。なんかカラフルですね。ラブライブ、サンシャインのラッピングが施されています。公式サイト曰く、ハッピーパーティートレインというラッピング列車らしいですね。アニメとのコラボとは意気じゃのう。贅沢にイラストが描かれていますね。私自身はラブライバーではないのですが、これはおおってなりますね。ところでこれ、窓の外の景色は見えるものなのかの？見ることはできます。車内はめっちゃ座り心地いいボックスシート。ふかふかそうですね。ここまでロングシートだけできたからこのボックスシートがケツに染み渡るぜ。車内には3色 LED の案内表示器があります。これだけでちょっと好感度上がります。カーブには気をつけてねって書かれてますね。親切ですね。ノーベル物理学賞をあげたい。その賞は関係ないじゃろ。ご乗車、ありがとうございます。いえいえこちらこそえへへ。あ。さて、いつものように車窓を撮影しようと思ったのですが、全面ラッピング特有のあれが。よく見たらラッピングの絵っぽいのがあるというのがわかりますね。ただラッピングを否定する気はございません。このラッピング列車が地域活性化につながるのであればこれ以上のことはないですよ。本心はどうなんじゃあ？車窓取りたかった。ボックスシートに学生がしたように見える落書きを見つけました。これは写していいものなのか？とりあえずインスタ映えはするでしょう。これにインスタ映えとかないじゃろ。にしても告白の類のものが多いですね。これ本当に写していいものなんですか？まあ、それは、うん。I love you, say, kun. せっかくなので車内放送を聞いてみましょう。お待たせいたしました。待ってません、大丈夫です。ありがとうございます。いえいえ。この電車は、伊豆長岡、大人方面、修善寺行きです。南へ行きます。次は、三島広小路。しばらくは三島と名前の付く駅が続きます。揺れには気をつけないとですね。座るか捕まるかじゃな。はい、なんでしょう。はい。ただいまの向上にご協力お願いします。はいはい。にしてもラッピングが目立つの。何が描かれているかはわかりませんが、ラブライブに対する愛、素晴らしいですね。釣り革がカラフルになってますね。ハッピーパーティートレインが売りにしている要素らしいです。こういう遊び心はいいの。アクアへの愛が溢れてますね。あ、僕の方も釣り革がカラフルなんですね。この編成だけの特別な仕様だということを編集している今知り、ほうってなってます。さて、三島から3つ先の駅である三島二日町に着きました。なんか新幹線で聞いたことあるようなドアチャイムを奏でてドアが開きました。このドアチャイム好きよ。よく見たら英語でも駅名が表示されてるの。ドアが閉まる案内もされるんですね。やっぱこのドアチャイムは我々の真相心理にじんわりと染み渡るのですね。なんといってもこの電車は各駅停車です。というと快速列車があるのかの？たまに東京からの踊り子が来ます。最近 E257 系という JR 東日本の特急列車が修善寺まで来たというのが話題になりましたね。その輝かしい車タイトルや。とりあえず特急も来るってことでいいんじゃな？そうですね、特急踊り子がやってきます。今はまだ185系が主力ですけど、まあ、踊り子って主に伊豆方面に行く特急列車なんですけどね。こっちも伊豆じゃろ、5回を生むぞ。いやいや、やっぱ聞こえな。車窓は安定の農業天国。のどかですね。そんな山がちな場所を走るってわけじゃないのかの。この車窓の向きはどう考えても山が見えると思うんですけどね。と思ったら、山がちな地形になるのは数駅先の多京駅かららしいですね。ここはまだそこまででもないってことですね。にしても綺麗な青空ですね。絶景じゃのう。にしてもボックスシートはなかなか味があるのう。ふかふかなシートがマジで快適です。マジで。そして対向列車の行き違いのためしばらく停車をしております。単線なんですね。ここ単線ながら本数はまあまああります。意外にも毎時4本はやってきてくれます。まあまあ多いですね。地方私鉄にしては多いんですね。というのもこの伊豆箱根鉄道、なんと西部の傘下にあるんですね。ほうほう、それは意外じゃのう。だからドアの開閉にご注意ください。待て待て、文章がおかしくなっとるぞ。
ところで社内広告のこんなところにラブライブのキャラを見つけました。どうやらおはらまりというキャラクターらしいです。こんなところにもおったんじゃな。そしてよく見たらつり革にくっついてる広告もラブライブ仕様になっている気がして、ラブライバーは狂気乱舞するのではないのでしょうか。例えばこんな風に、ゲー、いやはやこのボックスシート本当にありえんくらい快適でたまりませんね。剥ぎ取って家のソファーとして使いたいの。いや捕まりますから。それ剥ぎ取ることはできませんが、その代わりにポンポンしてあげようと思います。いきますよ、せーの。はい。いやもうちと感想とかないのか。次の停車駅は牧野港です。駅メモにもこの駅がモチーフとなった牧野港愛というキャラがいますね。急にソシャゲの話になったの。ソシャゲ路線に持ってかない場合、牧野港駅は終点の一つ手前の駅です。もうそこまで来ちゃったんですね。車窓もさすがそれっぽく山がちな雰囲気です。こういった車窓いいですね。座席も相まってローカルローカルじゃの。なおこの路線ですが、もちろんロングシート車両もあります。何に当たるかは運用を調べるか、あるいは運に頼るかです。旅行で行くならやっぱりこういった座席がいいもんじゃけどの。走行しているうちに終点修善寺、乗り換え路線はありませんが、バスが走っています。じゃあ着いたら観光しましょうか。そうだね、観光しようね。ドアの開閉にご注意ください。わかった。めっちゃ注意。てなわけで終点修善寺です。時間あまりないですが観光に行きましょう。絶望じゃな。いやー楽しかったの。楽しかったですね。さて先ほどとは違いロングシートの車両に当たりました。さっきのとは違うんじゃな。発車しましたね。ここから三島田町までロングシートに乗っていきます。また観光ですか。観光ついでに予費節約。観光の一環ならまあいいじゃろ。にしてもこのロングシートは肩幅が1メートルくらいあっても快適に座れそうですね。なんとんちんかんなこと言うとるんじゃ。肩幅1メートルの人からしてみれば骨はまるでグランクラスのような体。あら、転換クロスシート車両、珍しいですね。快適に移動できそうじゃの。ロングシートも十分快適ですけどね。てなわけで西武線大工な車両を見送って西又町駅から観光します。じゃあまた観光タイムですね。楽しみましょうか。その前に改札を撮影しましょう。見てください、アンパンマンがいますよ。そこだけピックアップしなくてもええじゃろ。ま、とにかく行きますよ。というわけで以上、伊豆箱根鉄道駿府線でした。そしてこれがここの名物、わさびの広告ですね。にしても西武グループの参加とだけあって、何かと西武らしさがありましたね。何かと雰囲気があったの。伊豆観光に適したところも走るからの。それでは今回はこの辺で終わりますかね。また見てくださいね。